本店土手町側正面入口東を信用金庫は青森県弘前市に本店を置く信用金庫である。略称は東信。1971年7月に弘前、黒井の両信用金庫が合併して発足し、弘前市をはじめとする津軽エリアを中心に黒井市、日向市、五所川原市と南津軽郡の3町村を合わせて全21が 店にて展開している。一時、2009年11月頃をめどに、青森、八戸、下北の県内三新用金庫と合併を目指して、いたが、2009年4月20日に急遽開かれた臨時総大会において、総大側から合併反対が多数を占めたことにより、一県一新金構想から離脱することを決め、単独での生き残りを目指すことになった。 東欧新金の ATM では、青い森新金をはじめとする他の信用金庫のキャッシュカードでも、新金 ATM ゼロネットサービスにより、平日8時45分から18時の入出金と、土曜9時から14時の出金に限る手数料は無料となる。また、青森銀行のキャッシュカードでも、平日8時から18時の出金に限る手数料は無料となる。さらに、 ゆうちょ銀行のキャッシュカードでも平日に限り入金も可能である。セブン銀行、新銀行東京ともに提携しているが、このうち、新銀行東京については、青森県内の新金としては、唯一の提携となっている。また、セブン銀行に関しては、2007年3月19日に、同行及び青森銀行との提携開始により、東金子営業県内では、 伊東洋稼働広崎店及び五所川原店に同行 ATM が設置された。なお、東欧新金を含む青い森新金とも、イオン銀行と提携している。スポーツ振興くじ当選券の払い戻しは次の店舗でのみ取り扱う。ありがとうございます。